おはようございます、運蔵です。今日はね、山形市で栗祭りが行われているということで行ってきたいと思います。今回ね、利平栗がね、大きくて美味しいっていう、甘いっていうことでね、食べれたらいいなと思います。その後ね、山の方行ってきたいと思います。もうすでに栗がなっております。9月中旬から10月上旬が収穫時期ということで、栗行こう。栗をまずゲットしよう。うわー、面白いな。いただきました。また今度遊び行きたいと思います。ありがとうございます。これね、めちゃくちゃうまいらしいです。いただきます。うん、うまっ。なんかね、予約券は手に入ったんですけどね、10時から販売開始ということで、30分から1時間ね、待とうと思います。じゃあ、赤飯1とおこわを2いただきます。さあ、ゲットしました。次行きます。じゃあお願いします。はい、ようやく念願の利平栗が買えます。大きいですよ、これは。これね、飲めたらちょっと食べたくなるやつあります。よろしくお願いします。味はね、さつまいもをちょっと味を薄くしてあげたんですよね。美味しい。それではね、いろいろお買い物もできたので山に登っていこうと思います。今日はね、もう登山する人がもう駐車場に1台しかいないんでね、すごい貸し切り登山。
まあそれはみんなお祭り来ますよね今日は。さすがに懐かしいですね。初めて来た時はね、こっちの右から駐車場あること知らずに行っちゃったけど、今日はもう分かってるんでこっちから行きます。さあどっからお越しですか。やりますか。愛知県だよ。ピコン、行ってきます。古城、古城山登山口。熊は来ないでください。リヘーグリってどうやって食う。誰買ったけど、まず、うん、ということで茹でて帰った後食べたいと思います。ショート動画作れたらいいかな、ね、栗畑が入り口から見えます。すげえ実あり。みなさん食じゃないね。やっていい。うん、栗出たどっか行っちゃう。栗また今年もゲット。やっぱ起動が早いのいいなこれ。さて、さあ登り口。これ城さんかね、これ古城さん、古城さんですよ。呼び方が2種類あるみたいだけど、古城さん行ってきます。大賀城とも呼ぶみたいなんで、まあ好きな方でいいかなと思いますけど。はい、もう偉い。すでに急、標高がねあんま高くないけど、ここね結構60度ぐらいかね角度。これ結構角度ある。ああもう行き上がった。ちょっとカブトムシっぽい匂いするね。樹液かなこれ。富士山とは標高が違うもんで汗の量が半端ないわこれ。暑い。富士山寒かったです。うん、寒かったけど今回まあ秋っつっても全然まだ夏だわ。これ大木がすごい横たわっとるぞ。これ道を塞いでます。ありゃまたいで蹴ってかこれ。こっちか。よし、これところどころね栗のなんか殻が落ちてるんでね、木がいっぱい生えてるみたいですね。よいしょ、見てください、この辛い顔。これ演技じゃないですよ。リミスです。何それ。そろそろねお昼なんで 400m ぐらい今もうちょっとで着くような気もしますけど、まだそれらしい案内は見えず。あ、でもあそこあるな。なんか遺跡みたいになるよね、あそこに。あそこになんかあるんですよ。あそこ行ったら、割とポイントなんで、ゴールも近いかなと思います。さあ、QR コードでなんか、城跡が見えるっぽいですね。さあ、岩門。まだ半分だよ。嘘。岩門です。あと66じゃん、半分。半分ある？今登ってきたの2倍。660m だから高さじゃないもんで今日半分か。あとくそ、騙されました。まだ半分あるぜ。さああと420、200進みました。よいしょ。
くね、風が気持ちいいね。気持ちよくない？無視動くとやっぱ腹減らんし、さっきさ脂っこいもん食ったしね。フライ栗、フライの栗結構食べたじゃん、10個ぐらい。さあこれ下って登って終わりじゃなかったっけ。ダジャクコース、こっち。さあこっからね、頂上もうちょいですけどね、ちょっとパラパラ落としてきてね、また天気がちょっと下ってきた感じがしますよ。これ、あ、あれ持ってくるの忘れてたわ、雨がっぱ。晴れると思ってしまった。そうだね、なんかあるといかんもんで持ってきといた方がいいな。レインウェアはね、やっぱ入れといた方がいいですね。何があるかわからん、山の天気は。うん、天守台。あと 100m、 山頂 100m です。まあ野城だと思うけどね、戦うためのなんで、あの陣を引く感じ、住むじゃなくて敵って、戦う拠点みたいんじゃない。陣を引くとこだら、まあ歴史をちゃんと見てみるか後から。さあ着いたよ。頂上っす。あー綺麗、1年ぶり。あ、雨降ってきた、やばい、雨ですよ。登頂した瞬間に雨、今日はね、お祭りで買ったおほくりを。ダブルおはじきハンドの、すごい。ではね、頂上もできたのでね、この後はね、武芸温泉、汗を流しに行きたいと思います。今日はね、温泉も入ってね、湯巡りも入って楽しかったですね。家帰ってまた。